今回はティラノサウルスの仲間について解説していきます。ティラノサウルスの仲間の特徴として、頭が大きく前足が非常に小さいことが特徴です。そんな恐竜たちを紹介していきます。ゆっくり見ていってね。1、ティラノサウルス。ティラノサウルスは、中生代白亜紀末期マーストリヒチアンの北アメリカ大陸に生息していた肉食恐竜。最大全長は約13メートル、最大体重は約9トンと、現在まで報告されている獣脚類の中で史上最大級の体格を誇る種の一つに数えられており、中生代最後の地質区分とされるマーストリヒチアン最末期の約2年間にかけて北米ララミディア大陸に生息していた。そして絶滅境界を境に絶滅している。非常に名高く、最も有名な恐竜とされ、ジュラシックパーク等の恐竜をテーマにした各種の創作作品において頻繁に登場する。一方でその生態には未解明な部分も多く、新説の多様さも相まって議論が絶えない恐竜でもある。2007年4月、ノースカロライナ州立大学などの研究チームは、ティラノサウルスの骨のタンパク質を分析した結果、遺伝子的に鶏に近いという結果を得たと発表した。2、ダスプレトサウルス。ダスプレトサウルスは、約7700万から7400万年前の後期白亜紀に北アメリカ西部に生息した、ティラノサウルス科の恐竜の属。ダスプレトサウルスは遥かに大型で後の時代に生息したティラノサウルス科の恐竜ティラノサウルスレックスと近縁である。大半のティラノサウルス科と同様にダスプレトサウルスは数トンの二足歩行の捕食動物で、大型の鋭い歯を持っていた。ダスプレトサウルスの前肢はティラノサウルスからしく小型であったが、他の属よりはプロポーションとして大型であった。頂点捕食者としてダスプレトサウルスは食物連鎖の頂点に位置し、おそらくケラトプス科のセントロサウルスやハドロサウルス科のヒパクロサウルスを捕食していた。一部地域ではダスプレトサウルスは他のティラノサウルス科の属であるゴルゴサウルスと共存しており、二属で生態的地位を区別していた証拠もある。ダスプレトサウルスの化石は他のティラノサウルス科のものよりも珍しいが、社会行動、食性、生活史を含めた生物学的解析は可能となっている。3、ナノティラヌス。ナノティラヌスは小型のティラノサウルス類の一属。ただし別種ではなく、単にティラノサウルスの若い個体である可能性もあり議論がされている。白亜紀後期の北アメリカに生息していた肉食恐竜で、名前の通りティラノサウルスをミニマムにしたような姿をしていた。状態の良い頭の骨が発見されており、そこから推測される体長はおよそ5メートルと、オリジナルの半分にも満たない大きさであった。同一種を裏付ける証拠としてよく挙げられていたのが、ティラノサウルスの幼体として知られていた骨格標本ジェーンの存在であった。専門家の話し合いの結果、ナノティラヌスはティラノサウルスの幼体として認定される。国内外における化石ショップで取り扱われていたナノティラヌスの歯はすべてティラノサウルスの幼体のものとして販売されることとなった。4、アルバートサウルス。アルバートサウルスは、約7060万年前から約6604.3万年前にかけて、すなわち、中生代白亜紀後期末期にあたるマーストリヒチアンに、ララミディア大陸及び北アメリカ大陸に生息していた肉食恐竜である。他のティラノサウルス科の属と同様に、アルバートサウルスは小さな2本指の前肢を有する二足歩行の捕食動物であり、大型で鋭い歯が多く並ぶ巨大な頭部を持つ。生息地域一帯における頂点捕食者であった可能性がある。アルバートサウルスは獣脚類としては大型であったが、一般知名度の高い近縁属のティラノサウルスとの比較でははるかに小型であり、生体の全長は9メートルから10メートル、体重は2トン未満と推定される。1884年に初めて発見されて以来、30個体を超えるアルバートサウルスの化石が発見されていることから、他の大半のティラノサウルス科恐竜よりも解剖学の研究がより詳細に展開されている。特定地域に集中して25個体が発見されており、群れで行動していたと断定されている。5、タルボサウルス。タルボサウルスは、後期白亜紀の終わり頃である約7000万年前のアジアに生息した、
ティラノサウルス科の獣脚類の恐竜の属。化石はモンゴルから発見されており、中国の一部からも断片的なものが発見されている。数多くの種が命名されたものの、1999年以降の古生物学者はタルボサウルスバタールのみを有効とみなしている。本種は北アメリカのティラノサウルス属のアジアにおける代表種とみなす研究者もおり、この場合タルボサウルス属は余分となる。大半のティラノサウルス科のように、タルボサウルスは巨大な二足歩行の捕食動物であり、体重は最大5トンで60本もの歯が生えていた。下顎には独特の固定機構がある。体格に見合わないほど小さな2本指の前肢はティラノサウルス科によく知られる特徴であるが、タルボサウルスの前肢は体格と比べてその中でも最小であった。タルボサウルスは水路が交差する湿潤な氾濫原に生息していた。この環境においてタルボサウルスは頂点捕食者であり、おそらくハドロサウルス科のサウロロフスや竜脚類のネメグトサウルスのような大型恐竜を捕食していた。6. アリオラムス。アリオラムスは、中生代白亜紀後期の末期にあたるマーストリヒチアン期に、当時のアジア大陸の中核地域に生息していた、ティラノサウルス科に分類される肉食恐竜である。化石はモンゴルのゴビ砂漠から産出している。アリオラムスは基地のすべての獣脚類と同じく二足歩行の動物であり、鋭利な歯から肉食性であったことが示されている。アリオラムスの種はいずれもタルボサウルスやティラノサウルスといった他のティラノサウルス科よりも小型であり、面長であることから幼体や亜生体と考えられていたが、キアンゾウサウルスの発見により成体であること考えられるようになった。鼻先の最上部に沿って存在する骨質の5つの突起、他のティラノサウルス科よりも本数の多い早立てに薄い頭骨が特徴である。アリオラムスは、長い口吻、繊細な作りの頭蓋骨、やや小さな口筋の付着部位、そして眼下周辺に衝撃を緩和する構造がなかった。そのため仮に採取、例えばティラノサウルスやダスプレトサウルスのような、強靭な顎を虫吹きに据えた突進戦術を取ったとは考えづらく、おそらくこれがタルボサウルスとの部位分けの鍵であったと思われる。7. シャモティラヌス。シャモティラヌスは中生代白亜紀前期のタイに生息した中型の肉食恐竜。全長約 6.5 メートルほどの中型の肉食恐竜で、名前の意味はシャム体の旧国名の暴君。骨盤がティラノサウルス類に似ていて、シャモティラヌスはティラノサウルス科の祖先に近いと考えられたからである。その骨盤を含む腰とその他少しの骨格しか発見されていないが、現在はカルノサウルス類アロサウルスの仲間に属するメトリアカントサウルス科であると示唆され、むしろアロサウルスに根源と見られている。同じ白亜紀前期のアジアにティラノサウルスの祖先となる恐竜がいたのは確かだが、シャモティラヌスはそうではなかったようだ。8. アレクトロサウルス。アレクトロサウルスは、ティラノサウルス上科に属する獣脚類の恐竜の属。1923年のモンゴル化石発掘遠征において、現在の内モンゴル自治区でジョージ・オルセンが化石を発見した。また、上部白亜系のイレンダバス層からも産出している。推定全長は5メートルと見積もられる。基地の標本が生体である場合、森林地帯に生息し、近い体サイズの動物を捕食したと考えられている。アレクトロサウルスは後肢に存在する固有の特徴に基づいて識別が可能である。その特徴には、大腿骨の内側下の後背側面から伸びるスパイク状の突起、腓骨状の脛骨との関節面の前側縁に沿って存在する切り立った張り出しがある。9. ジャンシャノサウルス。ジャンシャノサウルスは白亜紀前期に生息していたティタノサウルス類の竜脚類である。ジャンシャノサウルスの化石は中国のアルビアン、約1億500万年前の地層で発見された。全長は約 8.9 メートル。他の古有足類と歯の形が異なり、鋭利なのみ状になっている。胴椎前部の神経突起も有足類に似た形で、太い人体により長い首を支えやすい構造になっている。大きさ以外では6豊か盆地で発見されたユンナノサウルスとよく似ており、大型のユンナノサウルスと考える研究者もいる。ジンシャノサウルスは草食恐竜であった。この葉や枝を食べていただろう。しかし、
この恐竜を記載した研究者は、ジンシャノサウルスが軟体動物を餌にしたかもしれないことを言及している。頭部を含むほぼ完全な全身骨格が、中国の雲南省のジンシャンで発見された。この恐竜の名前はこのジンシャンから来ている。1995年に記載された。いかがだったでしょうか？知らなかった恐竜はいましたか？高評価とチャンネル登録をお願いいたします。他にも様々な動画を出していますので見ていただければと思います。